ございます。翔平さんまだ来てないですけど。あいつ何回遅刻してんだよ。やばいっすちょっとこれは。あさんこれ。じゃちょっとドッキリします。毎回じゃん。ん？翔平さんちょっと説教します。カツ入れますカツ。いや俺はマジで普通に。だって本当は一番最初にやきゃいけないんだよ。まあ、そうですね。一回だって遅刻してくれないんだよ。それが毎回遅刻してるんだよ。これは叱るべき処置を。マジで怒りましょう。ちょっとカメラセッティングしといてどういう反応するのか。意外と最初は反省するんですよね。結構ちょっとまずいかなみたいな感じで申し訳なさそうに入ってるんだ。遅刻は遅刻ですからね。じゃあ怒りましょう。自分のことしか考えてないんで。阿部さんどうしたんですか。なんか怒ってますね。ずっとここのコート使ってらんないからな。じゃあな、うん、譲んないとダメだよ。ちょっとやってパッとやってパッとやってパッと帰るんだよ。だから早くだから早く来てんのにさ、一人遅刻したらさ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ご苦労様です。そこ座らせられる。うまくまあ冗談っぽくお前座れみたいな感じ。翔平さん、とりあえずはいここ座って。翔平さん、はい、翔平さん座りなさい。ここ座ってちょっと落ち着こう。はい、すいません。一番最初に行きゃいけないんだよ。はい、これと思ってないじゃん。今日は、いや今日はでしょ、はい、だっていつもやってるわけじゃん、はい、1分でも遅刻しちゃいけないんだよ、はい、今日だけ悪かった。翔平昨日何かやってたの。え、何もやってない。いや何かやってたと関係ないもん。だって何かやってたってみんなやってるわけだから。そりゃうん、まあそうっす、まあそうっすね。怒り収まりました。ん？怒り収まりました。俺が怒ったらガッポガビだ。意外だとるやろ。はい。すごい人いるから。待ってっから。帰ったやつ、早く帰るんだ。電話の時ずっと続いたら。いや、もう。あの時起きた。